かっこいい子ドラになりたいです。コドラをやってみたいと思ったきっかけは、そもそもラリーを最初は知らなかったので、そのラリーっていう競技を知った時に、ドライバーの他に助手席に乗る人がいるよみたいな、で競技出てみたいんだったら一回やってみたらいいんじゃないみたいな感じで言っていただいて、何それ面白そうって言って、やりたいですって言ってやらせてもらいました。重要性、そうですね、やっぱりノートがあるのとないのじゃ全然やっぱ速さが違うっていうのを聞いていて、でも最初はよく分からなかったんですけど、そのタイムが出た時にすごい周りの人に、これはコドラがいないと出ないタイムだよっていただいた時に、まずコドラがいる意味っていうのを知って、で今年特にやっぱり無自動チャレンジカップって言って、やっぱりドライバー育成だと思うんですけど、ラリーをやったことない方と初めて組んだので、そこで一緒にノートを作る難しさだったり、言葉を引き出す能力だったりだとかっていうことがすごく大事なんだなっていうのを改めて感じて、やっぱコドラっていうポジションってすごい難しいけど面白いんだなっていうのを感じています。やっぱり一番はそのペースノートを作るときに、ドライバーさんにやっぱりまだボキャブラリーがないときとか、こう表現したいのにできないっていうときに、いろんな言葉は当てはめるんですけど、そのそれがマッチしないときとかがやっぱ難しいかなって思います。オッケー、わからんでしょ、フジのがないってるじゃん、こういうところで魔王とへー、どんだけロマンかってるとかは一応書いといた、怖いから、はい、なかなかやっぱ慣れてないこと、初めてのペアだったり初めてのマシンだったりっていうのがやっぱ一番難しいんだなって感じています。感想したいと思います。なんでそんな控えめなの、みんな言われてるじゃん、2000連続クラッシュで、メリハリする走りでしょ。そうっす、そうっす。ありがとうございます。コンディションもあんま良くない状況だったので難しかったんですよ。とりあえず今日一日完走できたので良かったかなと思います。無傷でって言わないと。そうです。初の無傷で完走できたので良かったです。初めて静止中に星くんがノートを直しながら走るっていうことをお伺いしたんですけど、今までレキの時はしてたんですけど、 SS 中に1回目と2回目同じ道を走るので、そこで、まあ、変えるところあったら行ってみようみたいな感じで、そういうペースを作れたのはすごく大きいかなって思ってます。
ぱりあのラリーってサーキットと違ってすごい長い時間かけて戦うので、そういう気持ちの作り方だったり、あの競技だけではなくてやっぱノートの合わせだったり、その見直しっていう時間もそうですし、このモリトーチャレンジカップに関してはやっぱりたくさんの取材を受けることも多かったので、その時間をどういうふうにうまく使っていいのかってすごく難しかったと思うんですね。それにもうだんだん慣れていって、この時間はこういうことやった方がいいんだ、こうやってやった方がいいんだっていうのがどんどん分かってきて、そのノートのこともですし、なんかやることがいっぱいあるのですごい大変だったと思うんですけど、自分もそういうところどうやってこう引っ張っていけばいいのかってちょっと悩んだんですけど、でも最終的にはすごいいろんなものを掴んでくれて、あの、よかったなって思います。やっぱり噛み合った時、もう今日の本当の最後のエッセイさ、読んでても楽しくって、なんか今まで何だったんだろうってぐらい、やっぱ会うと楽しいですし、それがドライバーからも伝わってきますし、全部がこうカチャカチャってあったみたいな感覚が本当に楽しくて、でもまだまだ集めれることところもたくさんあるんですけど、そういう一緒にそういう共感できるっていうのが本当に今回できてよかったなって思います。やっぱり子ドライバーのやりがいというのは、やっぱり一緒に乗って一緒に体感して一緒に戦うってところが子ドライバーならではで、本当に特等席だと自分は思っています。運転がちょっと苦手って人でも子ドライバーに向いてる人って結構たくさんいたりして、子ドラから始める人もドライバーから子ドライバーになる人もたくさんいるんですけど、やっぱりラリーって一般の道を使うってところが本当に面白いので、普段の運転にも活かせますし、すごい面白さいっぱいなので、一回やってみると全然違うと思うので、ぜひやってみてください